じゃあ控訴審判に一言お願いします、はい。まあいい裁判官、まあ、まずいないだろうけど当たれば嬉しいなと、ただやることをやったし、まあね、あとはもうこっちが裁判所を裁くつもりで取り組みます。行ってきます。5時まで。まず傍聴に来ていただいて傍聴席を埋めてきていただいたこと自体に深く感謝いたします。おそらく高裁の方もですね、この事件もしかしたらそんなに重要視していなかったで、第1回で、まあ、一審でもうだいぶやられたようですから、もう視聴率も裁判所としては出尽くしたのではないかと判断しますので、これで決心しますぐらいのこと言われるんじゃないかと かなりヒヤヒヤして、来ましたけれども、傍聴席にびっしり待ってるのを見て、これはちょっとかなりの重大な事件なんだなというふうに裁判長が思ったのではないのだろうかと思っております。いかにその何ていうかな、今までのこのあれですね、裁判でのやり取りが手抜きされて、それで要するに被告側にね、有利なものだけを取り出して、その判決文が作られてるんじゃないか、ですからまさに作られているということを私ね、しみじみ感じたんですけどね。だからあれはね、本当にひどいと思いますよ。解雇が出るっていうことは、これは戦う側にとってもね、はい、生活圏全部奪われるわけですから、はいはい、もう戦いようがないっていうような、ね、状況を作り出すので、はいはいはい、だからこれは絶対ちょっと私が思った以上に大きな戦い、うん、大事な戦いで、はい、これを許したら向こうとしてはこれを突破口に、はいはい、解雇者をこれで乱用できると、はいはいはい、私は思うんですね。